いやーもう肩こるわ、ほんまにもうずっとデスクワークしててさ、呼びました？ちょっと待って、どうされましたか？肩こりがすごいんですよ、肩ほんがま凝にっている。動いてなくって。そんな時は朝子さん、え？チッタ。知った？はい、あなた誰ですか？私ですはか？い。私はバツじゃないよ、マルコーチだいや、よー。おマまルコーチです、おなじみ。あ、そう、おなじみなんですおなね。じみです。わかりました。ご存知ない？マルコーチと言います。わかりました。あさこさん、肩が凝ってるんですか？肩が凝ってるんですそよ。んな時は、チッタ。知った？知らない？知らないです。スマホ、スマホ？タブレット、タブレット、パソコン、パソコン？どれがあればどこでも、いつでもアクセスできるウェブサイトですよ。ウェブサイト。そうです。おお。はい、これ見てください。はい。これが実際のサイト。あら、おしゃれなサイト。そう、これはチッタです。うん。見たことあるような人も映っほんまてや、る。有名人出てるわ。例えば3つのキーワード検索。はい。運動の経験選びます。はい。はい。じゃあ目的、目これ的。から、運動を始める。うん。はい。次、詳細。当てはまるもので、例えばお家にあるもので始める。はい、こういうふうに3つ自分に当てはまるものを選んでもらうだけ。そう、検索というふうに。なんか出てきた。そうしたらずらっとこういうふうにこれいろんなは資料が出てきます。資料なんだ。そう、こういうふうにダウンロードがパッとできて、わあ。はい、出てきます。いろんな動画であったり、いろんなものが出てくるんで、選んでもらったキーワードに応じて、その人に合ったものが出てくる。今から肩こり解消に向けて、私が何をすべきかがすぐ分かるといそう。そうです。簡単に無料で登録してもらったら、マイページっていうのが出てきます。マイページ登録しなあかんそうの？です。登録とか、なんか怪しないです怪しくないです。か？ニックネームでいける。ニックネームでいいの？いける。あとは生年月日と性別だけ。あ、そんなでいいの？はい。あと住アドレ所ス入力とか電話番号とか。いらない。いらない。あ、じゃあちょっとなんか安心やわ。それだけしてもらったら、はい。はい。こういうふうにご自身の、お気に入り登録したものがパッと出てくるようになる。いっぱいありますから、埋もれちゃうんでね。もう。はい。マイページ登録しといてもらったら、いつでも自分のお気に入りが出てくるのと、これです。もう。肩こりの人。はい。何か体の悩みがある人でも、何でもいいんです。体チェックがこの中でできるんですね。チェックができるの？そう。5つの項目がこういうふうに出てきて、やってみましょうか。へー。一回これやってみましょう。え、今？じゃあ、ちょっと移動するんで。ああ、もう。はい。飛びますよ。飛ぶの？はい。立つの？行くよ。え、早く。何、何、何？せーの。うわぁ！ 来ましたけども。移動しましたね。移動したけど。はい、あさこさん。はい。じゃあ、やってみましょうか。はい、終わりです。終わった。はい。じゃあ結果を見結果、はい、出てきました。チェックするだあけでらこうららいうふうららに。なんかちょっと変わった台形が出てきてるよ、こ出れ。てきましたね。あさこさん、はい。下肢の筋力が低下している。下肢の筋力低下してるんはい。だ。おもうちょい、っと私の足。上肢の柔軟性。はい。はい。これがまあ肩こりの原因ですね。はい。そういったところが考えられるんで。わかりやすいね、これね。そうです。で、それぞれの結果に応じてこういうふうに改善するためのおすすめの運動が出そう、てきてる。出てくるんで、今日のあさこさんの測定結果に応じて、はい。こういうことをやってください。ああ、これやればいいよというはね。い。そうなんです。全身やっぱりつながってますから。なるほど。はい。これをバランスよく整えてもらうと、肩こりも良くなっていく。分かったわ。はい。いいね、このサイト。はい。じゃあ、戻りますよ。はい。はい。せーの。飛ぶのね。ああ、帰ってきた。戻ってきましたね。戻ってきた。あさこさん、はい。他にも、他にも。普段使いとして、最初にも言ったこの検索、はい。あれでしょ。スポーツ習慣ね。はい。さっきも言ってはりました。痛みの出にくい体を作りたい。目的。はい。で、肩こり。詳細。はい。検索。はい。してもらうと、今のあさこさんの体の状態に合わせた運動、ストレッチ、栄養のこあと、いろんなのが出てきいっぱい動画が出てきたます。そうです。はい。じゃあ、例えば、胸のストレッチが大事ですよ。
こういうふうに出てきます。あ、動画がすぐ見れるんですね。本当だ。はい。すごい。そうです。じゃあ日々の体の状況に応じて検索ができるということか。そうです。なるほど。はい、すごい便利です。便利だね、はい。家で手軽に運動ができる、そういうサイトなわけですよね。そうです。すごいね、ちったって。そうでしょ、うん、運動、スポーツを気軽に始めるなら、え？ちった。ちった。